やはり政治はリアリズムですので、厳しいいろんな現実の中にある政治の中で理念をどう具体化していくかっていう、ここの部分に非常に素晴らしいエネルギーを感じまして、ぜひ金沢にお越しいただきたいなと思っていた矢先に中見さんの話がありまして、でこういう形で大変ご無理をお願いしたんですけど、来ていただくことができました。本当に期待をしております。それでは佐藤栄作さんに金沢公園に寄せまして、思いそれをお話しいただこうと思うんですが、今私どもの方で印刷をしました明日のレジュメがあります。それをちょっと上の部屋から今下ろしてきますが、ちょっとしばらく、いや、それはよろしいですか、はい、じゃあ来ましたら伺わせていただきます。よろしくお願いします。今お名前高木さんの方ですね、はい、鶴ヶでですねお会いして、日程調整をしたんですが、4月前後でしたが、なかなか日程が合わない時に森さんの方からもお話しいただいて、今日この会になりました。そして突然だったと思うんですが、記者の皆さんにお越しいただいたと大変光栄でございます。今こちらの知事さんも立派な知事さんでありますが、私は今たまたま届きましたので、この3分の1ぐらいに政治理念というのが出てます。私は基本的に国から県、市町村、住民とこのベクトルでいきますとですね、県が国についちゃうともう住民も何も吹っ飛んじゃうわけでございます。ですから私はこのここに書いてありますように、この方向を住民から市町村、そして県、国とベクトルを変えるということ、これは住民の立場であるいは地域の立場で考えるという最も基本的なことで、私は谷本知事さんですね、はい、もうずっと知事として私より遅く出てきて悲しいんだとは思っています。そういう考え方でやっているとは思いますが、基本的に、国の立場で考える、あるいは国の役所から来ている、私は北海道の知事とか、についてはいろいろ問題提起をですね、連等等でしてたんですが、どうしてもそういう血がですね、経産省の悪い血が体のこの辺までエリアンの血が入ってるっていうようなことは、泊まり原発をなんとか動かそうとして県会議員の先生方が徹夜で反対している中で動いている、10分ぐらいのニュースでしたが、その時私が感じたのは、立派な彼女も知事として、当選してきた頃から知ってるんですが、あの時だけはね、通産省の血が、経産省ですか、この辺までエリアの血が詰まった知事さんだなということを、ネットの映像等でお話しいたしました。まあ、そういう意味で住民の立場で考えていくという時、県がですね本当にしっかりしないと国と県は一体になって、もうそうすれば市町村なんて動き取れません。一つの例を言うなら、合併しなくてもいいよと、地方自治地方分権法というのがですね動き出した時に、私知事会で話をして、北海道にまた次の日飛んで知事会で前の日は臨調でですね話して、知事会で話をしたのを覚えておりまして、地方分権法が一気にできました。その時私は記者会見で、合併するもしないもいいよと、その地方自治法分権法が1メーターぐらい、法律がありましたけれども、それが成立 4,5 年のうちにしましたので、その時の記者会見で合併しなくてもいいよという話をいたしまして、2年後に山鶴町が合併しない宣言をしたら、当時自治省ですか総務省ですか、山鶴を地祭りにあげるという、そういう知恵は回るんですが、
話を役所の方がしてたのを覚えておりますが、福島県ですね、今度の震災の後ですね、私数えてみたら14の村がまだ残ってんです。で、あの双葉、それから阿武隈山脈ですね、あの地域で、川内村と勝郎村と飯舘村と一つだけ宮古寺が合併しちゃって田村市になってるんですね。で、合併した地域がですね、まさにコミュニティが崩壊してるというか、こういう災害に対応できなくて本当に困ってる姿を見て、私は国の言う通り合併させてたらですね、今頃2年後は戻りますよと飯舘村のようにですね、言って戻るかどうかは別にしても5年かかっても10年かかっても戻るよ、そういうその被災地の皆さんの気持ちがですね、ないないでですね、なんとかどうにかしようという気持ちを持ててるというのは、やっぱり村として残ってるからなわけでございまして、私はあの時、総務省内の言う通りですね、合併しちゃってたらあの辺は本当に崩壊して 川内村帰りますなんていうことを絶対言えなかったと思うんですね。で、帰りまして、帰るっていうのはどういうことかというと、郡山なんかより避難してた郡山よりあそこの地域はですね、線量が低いんですね、実際に。だから郡山にいる必要ないんですよね。ただみんな避難させちゃいましたから、避難せざるを得なかったですから、村が成り立たないんですね。それで苦労してましたが、今年の3月帰ることにしました。いわゆるコミュニティとして今もうその帰ることによってですね、反対に総理に、が福島県に来た時に、子どもさんがあの村から399という細いいわきまでの道路が今崩壊してまして、いわきの高校に通えないんですね。ですから399を早く開通させてください、来年例えば4月の学校のに間に合うようにっていうのは学校子どもさんが言ってましたけれども、まあ一つの例えば国の言う通り合併してたら本当に困った。もう一つ国の言う通りですね、どういうわけかですね、震災が起きたすぐ東北州なんて言い出したのがいるんですよ。これ経済界、関西の経済界か経産省の OB か忘れましたが、1週間目ですよ。それはもう考えればそういうことも出てくるんですが、宮城と岩手と福島は震災にあれだけの苦労したんだが、一体的に東北市を作ってどうこうと、これはですね、道州制に徹底して反対して、7月の知事会で道州制を潰して、そして、9月に辞職せざるを得ない状況に、安倍総理が誕生する前後の日、前の日ですが辞職せざるを得なくなったんですが、まあ、安倍総理は憲法改正、これ安倍総理がどこ行ってるんじゃないんですが、憲法改正と道州制を目標に2大目標で総理になったんですね。その時はもう道州制は潰れてたんです。で、今度震災になったら道州制なんてまた言う人が出ましたね。これこそ火事場泥棒という言葉はこういう時に使うんだっていうんで、言っております。まあ、最初に講演してですね、今までお話に出たテーマについてちょっとお話しました。私はまずですね、今日皆さんにお会いするっていうんで、最初にですね申し上げたいのは、これ今度の事故というものを単にですね原発の事故とかそういう視点で捉えるんではなくてですね、まあ言ってみれば文明論的にですね、あるいはこの地球っていう世界をどうするかっていう哲学的な問題も含めて捉えなきゃなんないと私は思っております。どういう視点で考えるべきかって言ったら、科学技術はとことん進んでます。原発もそうです。爆弾も作れるようになりました。
ただ問題はですね、そういう科学技術でやれることとですね、やるべきかどうかということはまた別な問題でありまして、こういう一つの事故を契機にですね、私はそういう視点でこの問題を考える必要があるんでないかと。この事故が起きて経産省がアメリカと相談して、モンゴルに使用済み燃料を持っていこうと考えていたということが新聞で報道されました。これはね、断られてやめてよかったと思うんですね。東京が捨て場所が なくて、あるいは原発作らなくてですね、まあ、東京都の知事は東京湾に作るとまで、私どもいろいろ揉めてたこと言ってましたけども、しかし作らなくて福島と新潟に作り、まあ、関西は関西でまた別のあれですが、そして青森に行って、そして持っていくとこない、使用済み燃料を持っていくとこないんですから。今これこそ最も一番の問題で、それが文字を廃炉しようという去年の12月ですね、皆さんが集まったり、あるいは最初に工場という出来もしない工場をそのやろうとして、18回目ですよ、故障してるの。18回目っていうのは故障、これ何年かの間に故障、これで10回目ですよ。故障の時に古澤丸を福島県の知事が OK しようと、3月にね、検討しようと言いましたんで、私は河北新報とそれから福島民報と読売さんだ、珍しく読売さん、これはもう言葉が過ぎますが見えてですね、いい記者だったですね。でどうしたらいい、だから私は17回目の故障してるんですから、これが動き出してからでいいんじゃないですかと。動き出したら福島県の使用済み燃料を持っていくところができるんですから、最終工場18回目、17回故障してますから、動き出してからでいいんじゃないですかと、去年一昨年ですね、2010年に古澤丸を OK しようと検討を始めた時に言ったんですが、それで象徴されるように、なんで文殊というものをやれもしない、1日5500万もの経費をかけてですね、200億ですね年間、やるんだと言わざるを得ないのか。そして、それは再処理工場を動かして、そしてそれを回すんだという架空のできもしない話がない限りですね、日本の原発は今の役人の人も含めてですね、今までやってきた人がポンとそこで切れちゃうわけですよ。なんて言いますか、責任問題になるかどうかは無投責という言葉がありますが、日本の役人の方は一切、明治欽定憲法以来、天皇陛下にだけ責任を負って、国民に責任を負う必要ないわけですから、負わなくていいんですが、しかし誰かが何か責任を負わなきゃなんないような形ですから、文字をやろう、18回目の故障をしました、福島県で OK と言った途端に3日後にですね、18回目の延期を決めました。今度は1年2年間の延期になりましたけども、そういうふうなもう矛盾してのはっきりみんなが分かっててですね、そして進めざるを得ない状況ですね。こんな負担をまた国民に背負わせながら、できもしないことをぐる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 回ってんだということを見せないと何にもできないということで、やらざるを得ない状況が あるわけです。どんどんその細かいところが入っていってしまいますが、さっき最初に言ったようにですね、これはやっぱり科学技術でやれること、そしてやるべきでないことをこの辺で本当にしっかりですね考える時期に来ているのではないかなと私は思います。で、それから
いろいろもうお話が出ておりましたが、私がなぜこのお話にありましたこういうことをやろうとしたかと、自分たちの頭で考えようと、まあいろいろ細かいことはあるんですが、その時ですね、韓国に行ってる時にですね、これどうでもいいことなんですが、東電の副社長が記者会見いたしました。どういう記者会見かというと、加圧とか原発とかいろいろ計画がありましたけど、加圧は私ども東京並みの基準の煙突からの排煙を名古屋東京並みの排煙で、火力発電所を作るようにということを決めて動き出してました。そしたら私が韓国に行ってる間ですね、東京の電力の副社長が記者会見をいたしました。そして全ての新規電源開発はやめるということをですね、記者会見をしたんですね。ですぐ東京の日本の方から連絡が入って、企画調整部長と一緒にいましたら、いやそういう記者長が発表したよ、なんだそれはと、まあわけわかんない、そんな大きな原子力も火力も全ての電源開発をやめるなんてことを副社長が発表するのおかしいなと私は思って、分かった、それじゃあ我々も一切そんないい加減なことを突然言い出すんですね、会社ですから我々も分かりましたと、それじゃあ全てやめてっていうのは凍結してですね、検討をしましょう、日本の原子力も含め電力の状況というのはどうなってるかということを検討しましょうということで、すぐ電話をしてですね、日本に企画調整部長に電話させました。私どもも全てストップするということを言いました。次の日、その日のうちに、当時の経産大臣から電話が入りました。私電話に出ませんでした。そしたら次の日、東電が記者会見をして、社長が今度は記者会見をして、原発は別ですという記者会見をやったんです。まあ無様なですね、当然たるもの、まあどうしようもない無様な記者会見をやったんですね。前日の記者会見をひっくり返したということで、それで今度私が仙台空港から帰るってなったら、当然の社長は仙台空港で待ってますとかいう話やら、それから当時の経産大臣立ち上がる日本の今にいらっしゃる先生ですが、経産大臣が電話をして会いたいとかいろいろありましたけれども、結論から言って私は帰ってきて、そんないい加減なですね、業界電力業界や多分それは後ろに国がいたからそういう発表したんだと思うんで、ちょっと脅かしをかけるぐらいのところだったと思うんです。で、会を帰ってきてですね、それじゃあ県民の代表10人を選んでどういう問題があるか、いろいろ問題点を出していただいて、そして例えばなぜ私どもは東京の電力を今作らなきゃならないんですかなんていう、本当に、なんていうか単純な疑問点をいろいろ100、200出たと思います。そこから出発してこの検討会になったんです。でこの検討会では本当に勉強できました。例えば構造化されたパターンアナリズム、ここに私その時のメモがあるんですが、構造化されたパターンアナリズムというのはとにかく霞が関だけが政策立案できるところで、構造化されたパターンアナリズムというのは、国はお父さんだよと、こちらの知事はそんな知事でないでしょうけれども、国と相談してなんていうこと、県民の立場で相談しなきゃならない知事がですね、国と相談してなんていうことは構造化されたパターンなんですよ。国は間違いないお父さんだよということをみんながそう思っているということですね。そういうもう我々国民がそういう気持ちでいると、それが例えば知事さんの中にもそういう知事さんいますよ。
佐賀の時ですね、私町長立派だと思ったんですよ。経産大臣と総理大臣が意見が違ったら町長は辞めた、一日で辞めました。知事は何て言ったか、総理と相談してみますなんて言いました。県民の立場でどう考えるかをですね、誰かと相談するなんて、そんな大きな問題が起きている中で言うっていうのはもうこれはもう信じられないことは知事は言ってるな、町長は立派だと思う、その定義がどうなるか分かりませんが、町長は辞めたって言いまして、一日で。総理と経産大臣が違う意見の時ね、辞めたって言ったんですよ。ですからそういうこととか、あるいは経路依存症、これ一体役人は進み出すと絶対戻らない、戻れない、この道を行ったらですね、戻れないんですね。もう原発 その再処理の問題なんかもその一つですけど、ここまで来てもどっかで検討しようなんていう気持ちが全然起きないで、とことん進んじゃう経路依存症ですね。それから例えば海外の飯田さんなんか北欧の常識を知見を持ってきまして、コンセンサス会議というのは北欧でやってますよ、10人なら10人の本当に一般国民をの方の代表誰でもいいんですが、10人集めて専門的な知識をどんどん10人に持ってもらって、その上で10人の国民に徹底して討論してもらって、コンセンサスを決めていくというような民主主義の もう一歩、欧州の民主主義に、あるいは民主主義に進んだ国よりももう一歩進んだシステムをやっている国もあるよとかですね、そういう勉強をこの会で、させていただいたわけです。で、だいぶ勝手な話をいろいろ申し上げましたが、結論から言うとですね、私は日本は今残念ながら、これはこういう大井の再稼働とかいろいろの前に申し上げたことですが、原子力国家になっちゃってるということが一つです。この明日これらの具体的な例についてはですね、一つだけ申し上げますと、2001年1月1日21世紀に入った日ですね、省庁再編というので保安というのができて、NHO の中に入れちゃいました。そしてチェック機関であった文部省の外郭の科学技術庁ですか、を文部省と一緒にして、その安全委員会と原子力委員会というのは総理のその相談の機関にしてしまいました。実際にチェックする機関を NHO なんか入れちゃったんですね。2001年1月1日新世紀に向かってですね、いよいよ省庁をどうするかという時に、泥棒と、私の表現で言うとね、泥棒と警察を一緒にしちゃったんです。この部屋に泥棒と警察が一緒に入っちゃった。チェックできますか。その中で不思議だな、不思議だなと思うことがいろいろその後も起きてきたんですが、例えば原子力国家になっちゃっていると、これは私皆さんのこの4月11日、去年の4月11日シュピーゲルの5月23日号に出てますが、シュピーゲルの取材を受けて、この時ですね、いわき市がで2人が亡くなるぐらい余震の大変な日でございましたが、この時シュピーゲル記者が言ってたのは、同じ時期にドイツで3万人ぐらいの反対運動があって、そして、消防車や鉄線に押し付けられて怪我する人たくさん出たけども、ドイツは原子力国家にならなかった。しかし彼女の記事を読んだら、日本は同じ頃ですが、伊方で裁判が始まって、私が就任した頃最高裁の判決が出ました。その判決は、これは立派な先生方を抱えた総理大臣が
しっかりとここに判決文持ってきてますが、しっかりとやってるんだから、地方自治体とかですね、住民が問題を言うことでないよという最高裁の判決が出てるんです。で、実は NHK で特集でですね、2回にわたってその放送がありまして、私伊方の最初の30人の原告団の話を聞いてましたら、民主主義と地方自治という言葉が出てきてるんですよ、その原告団の言葉の中にね。今この原発が民主主義と地方自治の問題だなんて布団で誰も言わなくなっちゃったですね。私でも、私がいろいろ問題提起している頃、もうすでに、日本は最高裁のそういう判決が出てたんで、今考えるとですね、ドン・キホーテのように風車に向かって一生懸命かかってた姿を今私思わざるを得ないようなね、そういう状況にもなっちゃってたの。しかし、伊方の原告の皆さんはですね、地方自治と民主主義ということから出発して最高裁まで行ったんですが、最高裁の判決は国はちゃんとやってるんですから、学者もたくさん抱えてですね、そういう判決ですよ。その結果がこういう状況ですから、日本はもう原子力をやるその体質の国でなくなっていると。最初に申し上げたのに、今申し上げた原子力国家というのはここに書いてありますように、簡単に申し上げると環境基本計画を作ろうとした徳島県がですね、そしたら放射能はこれに入れないでください、入ってないんですよ。だどこでも入ってないんです。多分福井県はね、これに入れないと入ってるということで、環境基本計画に放射能は入らないということです。しかし今300キロ福島県から離れたところに行って、私この前講演したら、後の懇談会でですね、もう楽しみのキノコ取りができないんです、楽しみの山菜取りができないんです、ある田舎の市ですが、そういうことを言ってました。環境問題そのものなのは我々が一番回してます。それからここに書いてありますプルサーマルと原子力安全というものですね、私どもが検討会を、この検討会ですね、原発検討会をやるといったときに、これは皆さんの動画その他で見てるように、NHO はね、立派な こんなパンフレットを1万、これをですね、これを2001年の3月5日、私どもが検討会を作ったときに22,150個にこれを巻いたんですよ。それは22,150個っていうのは、双葉郡の6町2村、全員が今いなくなっちゃってる、川内が一部戻りましたけども、全員いなくなっちゃった、そこに22,150個、2001年に巻いてるんですよ、ね、まあどうしようもないこといろいろ書いてありますが、その中ではここにですね、慎重にも慎重を重ねて、十という字を色違いで書いてます。よく見るとですね、多重防護なんですよ、原子力っていうのは。何が起きても事故になりませんよという、そんならそういう体質でやってくれと、民主主義とかですね、基本的に本当にいいこと悪いことを分けて進めるようなものの判断もできないような連中がね、慎重に慎重を重ねてもね、事故になるんですよ。ですから今こんな科学技術がね、いくらやれるっていうのも、これ学者の問題は皆さんの手元に、私があんまり学者がいい加減ですだから、お取り組みに配ってる「キロに立つ原子力政策」っていうペーパー、これは原子力学会誌に
書いたペーパーですが、その前の方10行はですね、僕書くつもりもなかったんですが、書いてくれてずっと前から頼まれてて、その2ヶ月前にね、いわゆる宮廷大の代表の学者、それからまあ語弊があるとその関係者言ったんですが、そのみんなが悪いということじゃなくて、わしだけを上智の代表の学者、先生と懇談したことあるんです。いろいろ問題提起、東京問題で問題提起しました。地下5階なんか作ってね、それで一極集中させることがいいのか、霞が関一本の時は私覚えてるんですが、科学技術の勝利だと言ったんですよ。新聞にみんな書きました。しかし100本も200本もああいう高層ビルができて、去年は丁寧にも600メーターの風が吹くと上がれないような塔まで建てた。すなわちあなた方科学技術者ならですね、英国のチャールズ皇太子はビジョンのブリティンというのの中でですね、ヒューマンスケールな都市づくりという、ことを言ってますよ。100年前と写真を見、写真と現物を重ねてですね、少なくともあなた方はそういうことをですね考えるべきでないかって言ったら、学者は何て言ったと思います。いやそれは政治の責任だと言いました。だから私そこで言ったのは、せめて日経新聞ぐらいに、ね、日経新聞でもどこでもいいんですが、1000人でね、記名でもう東京をこんな都市にするなということを書いたらいいんじゃないかと言ったんですが、全然聞く耳持たなかったです。それが学術会議の代表の先生方です。そして今度地震学会はどうしました。それからこの原子力学会はどうしました。半年ぐらい経って学会を開いて、なんて言いました。猿でもできる、反省しています、頭かいただけですよ。そういう学会だっていうのは分かって、私はその皆さんのお手元の岐路に立つっていう話を、その東京問題から出発して書いたんですが、まああんまり余計な話ばっかりいたしましたけども、そういう視点でずっとウォッチをしてましてですね、結論は原子力国家であり、そして結論は日本の劣化です。これはある総理補佐官やったのが私のところに4月去年ですね訪ねてきて、30分ゴールデン前にホテルで話し合いました。結論から言うと日本の劣化です。日本の劣化、そして人材の劣化、統治機構の劣化。私今日はお話、明日はお話しますが、原子力委員会に2004年の2月12月22日に行って話した話したんですが、まさにですね、この原子力委員会そのものがどうしようもない状況になっていると。今度原子力委員会の呼べな話しますが、今度こそですねちゃんとやるんだろうと思ってた規制委員会のものができて、委員長さんがどういう方がなったか、原子力村にいた人です。事故になってどういう行動を取ってたか分かりませんが、まあ、これは明日私にお話しするつもりで、ちょっと持ってきた資料ですね、がありますのでですね、原子力副委員長さんや、私が辞めてから副委員長になったんですが、これは決して恨みつらみ、つらみで言うわけじゃないですが、この方がですね、私が辞めた次の年の、辞めたのは2006年なんですが、2007年度の最後の原子力委員会で、プルサーマルについてですね、そういう意味でプルトニウム利用計画今回提出されていますが、まずプルサーマルをきちっと着実に進めていくということについて、去年から 見ますと、
この1年間に少し前進したように思いますので、決して私が辞めたからなんて言ってませんが、あの次の年前進したそうですということを原子力委員会で発言してるんですが、少なくとも今度これだけの原子力のに対しての組織を移行して規制委員会を作ると言ってですね、それでまた原子力村の方が委員長になってくるということはもうどうしようもないですね、国家になってるのかもしれない、いや知見がないとかですね、あるいはその他の人では変えられないといういろんな意見はあるでしょうけども、専門家でないとわからないとかですね、いろんな意見あるでしょうけれども、少なくとも原子力の副委員長さんがですねやってた方がまた、あるいは学会長をやった、先ほど私がでしたの学会の機関紙の記事ですよ、それ、その学会長をやった方とかですね、そういう方がまた今度こそ新しい原子力をどう考えるかのチェックする機関ができたという中で出てくるということですから、そういう意味ではですね信じられないことが、で実は明日お話しする予定だったんですが、志賀原発がこの話が決まってからですね 2,3 日前にいろいろ出てました、明日のペーパーの中に何かどっかで聞いたような話だなと思ってですね、私2007年の私が辞めた次の年ですね、柏崎原発の活断層の問題というのが起きました。この時新潟日報ですね、12月に入ってですね、重大事実をなぜ隠すのか、東京電力が柏崎刈羽原発の沖合などで7つの活断層の存在を確認していた事実が明らかになった、その際東電は7つの活断層の存在を把握し国にも報告していたという、東電は分かってたんですよ、で国にも報告してたんですよ、で国は東電は発表しないし、国は発表しないでいて、そして私はですね、あちこちと見ますけども、これがその時の写真です、新聞の写真です、たまたま産経新聞を持ってきますけども、衝撃的な写真を余計なこと言いますが、私はもう運転してならないというんで、家内がドライブしたいと言ってもですね、必ず秘書が運転して動いておりましたので、家内にとっては不満だったんですが、やめて喜んだわけじゃないですが、私が運転してドライブなんかに行けるようになりました。そして実は松島の三陸から松島に来た時にですね、この産経じゃなかったですが新聞で衝撃的な映像を見ました。原発が地震でですね燃えてる写真です。でその多分何ヶ月前にこちらでもう地震があったはずですね、地震があってあったんですが、これ非常に衝撃的な今私の思い出として持ってるもんです。で この時にね、結論から言うと東電は2年前に分かってたと、経産省に報告してたと、経産省は発表してなかった、そして県民のみが知らなかったと、発断層があるのはですね、そういうことがあったんですね。でまあこれは東電の言い訳の資料ですが、地元自治体及び地域の皆様へ説明を行わなかった、説明をじゃなくて発断層があるなということも言わなかったということですよね。そして、まあいろいろこの時の新聞がいろいろありますけれども、これ日経の新聞も含めてですね、これは非常に私にとって辞めた後ですが非常にこういうことがありました。ですから今度の問題ですね、志賀原発が動向というのはどの辺でどういうふうに情報として分かっててどうだというのを
おそれじゃ 原子力村の規制委員長さんはしっかりそういうのチェックできるんですかね。まあ、してもらわなきゃ困りますね。新しいこれだけの苦労した福島県出身だそうですが、私は多分お会いしたことがないと思うんですが、で最後にですね、今1から4号については私ども一生懸命脱原発首長会になるからの私、その最初に、祝辞を述べる機会があったんで述べました。1から4号、特に4号機なんかは早く対応しておかないと、万が一の時に東京が、それこそペスト菌が振りまかれますよという話をしたんですが、結局その対応も東電もその力ないんですから、国がはっきりしなきゃならないと。私どもの仲間は原発地域で一生懸命その対応をしている人も多いんですが、みんな心配してましたんで、私はそういう話をしていました。報道特集かなんかでようやく1ヶ月ぐらい過ぎてからそれを流してくれて、今その前にはもうドイツ CDF は私の話とかそういう話どんどんヨーロッパで流しましたんで、ヨーロッパの学者が心配してですね、反対に連絡を残してました。どうなってんだっていうんですね。で結論から言うと、園さんが行ってマスコミを連れて行って、いやしっかりしてたなというふうな、この報道特集で流し始めて、皆さんが危険だな、だから私大阪原発会議で行ったのは申し上げたのはですね、まだ病気中なんだよ、治療に入ってないんだよ、だからペスト菌をいっぱい持ってるんですよ、これはいつ東京までね振りまかれるか分かんないんですよということを孫達原発首長会議で申し上げたんですが、そういうまだまだですね、冷温停止状態だなんて去年なんかそういう発表ありました。そんな甘いあれじゃないという状況です。そして、それ以上にですね、これはたまたま明日使おうと思って持ってきたあれですが、3月11日の沖縄タイムズです。今年の1周年の時の沖縄タイムズですね。でこれ3面、これ1面でカラーで出てですね、3面使って出してます。私はそのインタビュー受けた頃はですね、琉球新報も去年9月に出してます。インタビュー受けた頃はですね、なんで沖縄の皆さんがね、こういう新聞を出すのか、なんていうか非常に疑問を持ったりしてたんですが、今になってよくわかります。沖縄は日本の犠牲になってんだと、大変な状況にあります。福島県は犠牲になるよというその思いをですね、この新聞によく読むとですね、沖縄はこうですね、福島もこうですね、いわゆる原発に口も出せなかったですね、それから十いくつの質問あるんですが、みんなですね、まさに沖縄と同じような状況で今進んでいると。だから私は1000年経っても戻せと、福島県をですね、前のように戻してくれということを言ってますのは、決して犠牲になってこれも避難してても別の生活ができたからそれで諦める、福島県が諦められちゃうというようなこと絶対ダメだよ、この沖縄の皆さんが苦労している犠牲になっている、そういうふうな福島県が同じように犠牲になるんだよという、そのいや心配をしてくれてのこれだけの1周年の記事ですから、私はですねとにかく1000年経っても2000年経っても、これはもうこの事故のあと常に言ってるんですが、福島県を元に戻してくれ、そうしないと双葉が双葉分がさっき22,150個にこのペーパーを巻きましたけども、双葉分がダメになったらですね、相馬も
滋賀県の出身の方いらっしゃるのでよくわかりますが、いわきなんか東京から見てのドンパズレになります。相馬なんていうのは福島との、私は7つの生活圏、福島県こそ一極集中しないというんで、それぞれ道路も整備しながら7つの生活圏でやってきました。相馬っていうのは福島とトラックでもすれ違えない、トラックがすれ違えないような道路しかないんですよ。あと20年かかります、道路しっかり作るとすれば。相馬がダメになり、双葉がダメになったら相馬がダメになり、いわきがダメになり、そして中通りもダメになってきますから、7つの生活圏がそれぞれ崩れてきますから、なんとか1000年経っても2000年経っても元に戻せる。これが私のですね、この震災を起きてからずっと言っていることです。そして、必ずあなたの孫、あなたは帰れないかもしれない、今苦労してですね、避難して、そして300の鎮守の森があった双葉郡です。300のコミュニティがあったんですよ、あそこに。鎮守の森っていうのは神社町から調べて、来ました。300の神社町の神社があるんです。コミュニティがあるということ、200人300人ですから、必ずですね、元に戻れんだと、戻んだと、あなたの時代には無理にしても必ずきれいにして戻んだよと、そういう姿勢でいかないとめちゃくちゃなされて、沖縄の方が心配しているような形での福島県になる可能性がありますので、一つですね、そういう認識で、皆さんもぜひ応援していただき、また避難している方もたくさんこちらにもいらっしゃると思いますが、よろしくですね、応援していただきます。どうも、質問を受ける前に時間が来てしまいました。どうもありがとうございます。もう今日はプレ講演会ということで、何か質問、4時まで1、2分ありますか。皆さん、いらっしゃいますので、どうぞご質問なさってください。はい、どうぞ。最初に、田崎さんがおっしゃったようなその原発に対して、県ができることっていうと、どのようなことがあるのか。いや、県知事はね、力ありますよ。知事がその気になりゃ、逮捕でもしない限り戦っていけますね。ですから、ここにもし活断層があるって言ったら、私は谷本さんだったらね、絶対 OK しないと思うんですね、動きがあってもね、と思いますね。知事はそれぐらいの力ありますよと、私が自分の経験から言うとね、知事がうんと言わなかったら、他の面でいろいろお話しするとキリがないぐらいね、そういう私なりの福島県の福島を作るために、例えば猪苗代は国の基準以上にきれいにしてならないなんて国が言ってくるんですが、ところがヨーロッパに行くと、例えばチェルマットですと、もう1900年から自動車ができた頃から自動車を入れないで、入れない町なんですよ。で、世界一空気がきれいだよ、太古の空気が吸えますよ。スイスもヨーロッパは大体そうですが、村が一番力、環境に持ってるんですよ。だからそれ、州がその次、国はそういうか、ところが日本は国で決めた水質基準、猪苗代が汚れちゃったらもう大きな湖ダメになりますから、私は猪苗代の基準を厳しくしたんですが、そういうことはできないんですよ。で、環境省はその後ですね、どこで勉強、例えば浦磐梯っていうところの水質をきれいにするために、ジュネーブのレマン湖っていうのを200万も住んでるところをきれいにしてるんですよ、彼ら。で、私は浦磐梯の400個所分ありますけど、あそこぐらいはきれいにできると、せいぜい何千人しか住んでないところです。浄化槽全部ね、あそこを作らせたんですが、作って
作ってきれいな水に全部したんですが、それとは流れてくる今足をこれをきれいにしようとしたら、あ、そんなことしてならない、国の基準以上にダメだっていうんですから、しかしまあ、未然防止条例、それ知恵がみんな役にもみんな回りますから、役人と県の役人に知恵をあれして、そのペーパーは明日私のそういう問題提起している景観の問題とか、それから水質浄化の問題とかですね、私が国に対して例えば町づくり条例というのを作ろうとした、まあ地方都市はめちゃくちゃされてましたので、それをブレーキかけるために町づくり条例を作ろうとした、ある大手の大きなあれが2つ会津と全国に出来ますと、大体7、8の町村、福島も含めて商店街はめちゃくちゃになる可能性ありましたんで、その条例を作ろうとしたら、それは WTO でダメですなんて経産省が言ってきました。しかしアメリカ見てもイギリス見てもね、みんなそれなりに町を大切にしながらそういうことやってるんですよね。なんで WTO がどうのこうのって言うんだと。ということで実際に町づくり条例、私その辞職する1年前に作って辞職した日に発行したんですかね。おかげで8つの町をね、それぞれの商店街、それはもう例えば5、60で息子はもう東京に行って働いてるから私の時代で終わりだよっていう商店街にしても、例えば小原町という商店街、500の商店街があるとしたら、あと20年はね、5、60の人だったら20年は夫婦でね、所得は高くないかもしれないけど、その町は成り立っているんですよ。その間いろいろ考えればいいことで、そういう町が8つぐらいが助かったんですが、まあ買い物難民という北海道の学者さんが1ヶ月前にね、その時の条例を作るにあたっての考え方をね、調査に行きましたけども、まあ、そういうその、まあ、常に国と問題提起をしながらやってましたので、まあ、その話からも18年間毎日ぐらいやってましたから、いくらでもあるんですけど、その中のワンオブゼムが原子力ですから、ね、ですから知事がその気になりゃですね、まあ役所出身の知事でもですね、それはその気になりゃいくらでもできます、ね、はい、あまり時間はもうないんですけど、どうですか。毎日新聞と申しますが、明日講演されるということで、石川県民の人たちに伝えてございました。そうですね、これが私は実態が なんでこんなことがおろそかに研究者誰々言ったけども潰してきたのか、あるいはそのいい加減な意見だったのか、今までの経緯をね、本来ならちゃんと調べるべきですよね。今まで志賀原発の下にもしあるとしたら、いつ頃から言われ始めて、どうでどうだということを少なくとも日本を代表する科学者連中が絡んでるんですよ。その連中がね、もう科学者でも何でもない反省してますっていうような連中だったらしょうがないんですが、日本は世界でね、これだけ尊敬されたり立派な業績残してるはずなんですが、それさえできないとしたら、もう日本はね、私今まで言ってるのはもう記者の皆さん言ってるのは30分だよ。特に権力に近い方から皆さんもいい記事書くんですよ。冤罪問題でいい記事、私のところにある大阪の記者が、こういう記事でどうでしょうかと、立派な記事でいいねと言ったら、1時間ぐらいしたらデスクにあれされました。それでも私もこの性格ですから、余計な話しますが、100ぐらいの文章50ぐらいにカットされたんですが、それでもいろいろやって75ぐらいまでは戻しました。それはもう別の理由があったかどうかは別にして、大体権力に近い方が
もうおかしくなってますから、皆さんがやっぱり頑張っていっていただきたい。で、私は毎日新聞さんのこの事故後のですね、記事では例えば2002年に東電の荒木社長と南社長と広瀬事務次官があんなべらぼうに金のかかる最小限やめようと打ち合わせをしてたということを毎日新聞ですっぱ抜きました。モンゴルのも毎日ですっぱ抜いたんですが、あれはですね、そしてその8月に、保安院は内部告発、私ここに持ってますが、そのまま私に来たんですが、保安院は内部告発を県庁に送ってきたんですよ。そして荒木さんも南さんも辞めたんです。あの記事見たときに実態は分かりませんよ。荒木さんと南さんと広瀬事務次官がこんな金のかかる再処理なんていうのはやめなきゃなんないという打ち合わせをしてたという記事ですから、これはね、原子力村から見たらね、この3人はどういうふうに見えたかということですよね。その実態は分かりません。しかし内部告発を東電に流してたということを公安院が福島県に私が留守を見計らって流しておかしたんです。それはここに福島原発の真実なんかありますから詳しく書いてあるんですが、ですから毎日新聞の事故後の記事を見たら、これはすごい陰謀がね、働いてたのかと。彼ら会長社長ですね、そういうのはそれで辞めざるを得なくなったんです。いわゆる核燃サイクル反対の打ち合わせをしてたと思われる人たち、その事実は分かんないんで、毎日新聞を読んで私の感想でした。そういう世界かもしれませんのでね、そういう意味ではモンゴルの問題にしても、その問題にしても毎日さんのね、努力はこの事故の後買いますね。明日の講演ではその原発問題ですとか地方自治の問題についてお話されるということで、先ほど一番重要ということで、その原発に関して言うと科学技術が進んでいるが、問題としてはそのやれることとやるべきかどうかは別問題なんですよ、ということを石川県の石川原発を抱えている石川県の人たちにも、もう一度考えてほしいというような考えで、これ考えるのは石川県民の皆さんですし、ですが、そういうきっかけになる講演にしたいという感じですかね。そうですね、この、私は基本的に文明論とか哲学の問題までもう戻らないと、今のままですね、今どうしようもないでしょう。毎日の新聞見ててね、そしてここ1ヶ月間、例えば保安院がですね、私は去年の4月18日、外国人記者クラブで講演したんですよ。その時石橋さんが辞表を叩きつけた、2006年、私辞める年ですが、そのことも理由の一つに、あの時、その基準を変えるということで始まった地震部会ですね、安全委員会が、それ全然基準を変えないように動いてたと。で、石橋さんは怒って辞表を叩きつけるんですよ。しかしここ 1、2ヶ月の間に、ここに私新聞持ってますが、出てたことはですね、保安院06年に文書要請、何を要請したかと、地震古い指針でも支障なしにしてくれと、新しい地震が来て津波が来てどうなったらということをやらないでくれと、保安院が安全委員会に文書でお願いしてるんです。だから石橋さんが何言ってもパブリックコメントがたくさん来ても、そんなの受けるはずないですよ。安全委員会の地震部隊がどっちが偉いのか分かんないですが、なあなあでやってるんでしょう、やってたのかどうか分かりません。
お会員がですね、そういうお願いをしていると文書で、これが5月ですと、ここ1、2ヶ月こういう話がボンボン出てますっていうのは、あの国会の事故調とかなんかがですね、政府の事故調も終わって、そういう中でいろいろですね情報として出てきてるのかどうか分かりませんが、ここ2、3ヶ月の新聞読むと謎が解けることがねいっぱいあります。でもう一つ、毎日新聞さん関係で言うとですね、あの菅総理もう本当に悪者みたいに今なってますね。あの4日間予算委員会でまだらめ、でたらめ委員長と言われながらまだらめ委員長と菅さんが4日間予算委員会で訴状に挙げられました。あの予算委員会ちょっと見てた方手を挙げてみてください。あの4日間やられたんですよ。 なんでやられたか、菅総理が言ったから水が水を止められたからあの事故になったというようなことで言われたんですよ。ところが私に入ってきている情報は、あの吉田所長というのは非常に立派な人だから水を流してたと言ってるんですよ。しかし予算委員会でやってるんですから、私は感想を言う、いやそんなことあれしたはずはないけど、まだらも委員長もまあ分かんないでどうこうって言って、4日間毎日予算委員会でやってて、5日目の朝、私6時からですね、大体あの海外の情報を見るんで、ニュースつけたら、あの人の良さそうな、ホワインの発表する人ね、その後辞めたんですが、あの人がね、ニュースを流してるんですよ。いや、あの水は止めませんでしたと言ってるんですね。で、僕は、いや、その、言い訳を一回したらね、いやリーダーっていうか偉い人は言い訳一回したらダメですよ。もうそれであれになるのに4日間も言い訳してるんですよ。予算委員会でいじめられて、いやそんなこと言った覚えはないし、こうでってね、何のことはない。こんなにいる、今ここには260人の保安員ができてって書いてありますよ。今800人ぐらいいるそうで、実際にはもうその他のあれ言うと1000人以上いるんですが、このうちの一人がね、一人が発電所に行って吉田所長に聞けばいいんですよ。水は止めたんですかと。で、吉田所長嘘つかないですよ。いや止めませんでしたと。4日間言い訳ずっとやってたんですからですね、これは悪者になっちゃいますよ。でその前に実は毎日新聞の山田さんという方が私のところに来ました。で私は福島原発の問題でなくて浜岡大丈夫ですかと、昔からあそこがダメになったら首都圏ダメになると言われていましたから、私はそういう話したんです。そしたらそのコラムにね、山田さんが今はもう持ってきてますが、コラムに書いたんですよ。いや私に会ったらね、多分菅総理のところにそのまま行ったんだろうね、浜岡大丈夫かと言ってたと。で私だけではあれなんで、あとどっかの役所の局長クラスの人が何人かの言葉も載ってるんですよ。で菅さんはすぐあれ止めましたよ。で私は止めましたっていうか止めるように言ったら、電力は2日目ぐらいに止めたんですよ。菅さんは、私はあれでリーダーシップというのはそういう自分の経験を通して力つけていくものですから、菅さんはこれでね、相川欽也の番組に行ってそこで言ったんですよ。菅さんというのは自分の力というのは一言言ったら中部電力が止めたと、2日目でね、自分の力というのはすごいあるんだなっていう、これがリーダーシップがだんだんついてくる素地なんですが、そういう意味では私は相川欽也の番組でそのこと言ったんです。菅さんはあれ一つ、うまくいったからこれからちゃんとやっていくんじゃないですかと。ところが4日間言い訳やったらね、もうめちゃくちゃですよ。その出したツイッターの主は安倍、総理のツイッターで、菅さんが行かなかったら
こんな事故にならなかったっていうようなことかどうか、安倍総理のツイッターから始まってますね。ということは、これは誰がいい悪いの問題ではないですが、安倍総理に誰が知恵をそんな嘘の情報を入れたのか、あれそれ国会で問題ですけどね。それで4日間もね、そのまま法案は誰もいかなかったのか、チェックにね、ここに書いてあるように慎重にも慎重っていう、これだけのことをやってるはずの法案員は誰もいかなかったんですよ、吉田所長と事実確認、ね、まあいい加減なことはね、あんまりに起きすぎるぐらい起きてる。ですから今度の歯科原発については、私はやっぱり徹底してこの事実関係も含めてね、今までの経緯について、そんなことやってて1年も2年も経っちゃったら、その間に万が一のことあったら大変ですから、あれですが、少なくともそういう部分もね、しっかりやっぱりやらないと県民の皆さんが不幸ですよね。事実関係分かんないで、誰かがいい加減なことやってたのかやってないのかも分かんない、そういう事実のまま進んだら、まあそれは進まないと思いますが、これは石川県民はね、明治の時も苦労しましたけど、福島県と一緒にね、それはやっぱりそれはしっかり、まあ谷本さん知事ですからやっていくと思いますよね。知事だけの問題じゃなくて、これやっぱりその辺の事実関係は中途半端に発表されたことだけでね、納得するんじゃなくて、よく事務所の皆さんもね、よろしくお願いしたいと思います。そういう体質が問題ですね、民主主義とかなんかと、かけ離れた体質ですね。はい、それじゃあ予定を大幅に、明日は講演会に参加される方は2度講演を伺うことができるというぐらいの記者会見をしていただきたいと思います。今お話がありました、地下の原発直下の核弾頭問題ですと、ちょうど、私も昨日、危機管理官に申し入れをいたしました。私が執筆をした申し入れ書なんですけれども、私たちはこれ隠蔽されてきたというふうに捉えておりますので、その隠蔽の事実ですね、これをしっかりと公開して県民に、これは県もね、そういう視点でやっぱりあれしていかないと、いつまでも隠蔽されてるとしたらいつまでも隠蔽しますよ。森さんだけが言ったってね、甘いもんですから、その程度でね、やっぱり知事がやっぱり県民守るという立場で、やっぱり問題提起をしていかないと県民守れないですよ、万が一の時に、ね、そういう意味ではもうぜひ県もね、やっぱり県民守るっていう視点で、やっぱりこの問題をやっぱり歴史的な経緯も含めて事実関係を突き詰めるということでいかない限り、さっきの沖縄の新聞じゃないですが、実際にこういう不幸になるんですから、万が一の場合ね。それでは長時間どうもありがとうございました。明日までよろしくお願いします。どうも長時間話が聞いていただきありがとうございます。これから少し終わったのでしようと思って、まあ、それは始まったのでI'm not sure.